はい、原稿料119です。最近アカデミアの 情報で、この多分インドの大学の教授の授業スライドがあったんで、その中から日本ではあまり取り扱っていない、依存電源、中毒電源のこの4つですけども、どっかの電流とか電圧に依存する電流源か電圧源と。いうのを取り扱いについて、ちょっと、テブナン回路とノートン回路を目標として解説したいと思います。まず、この回路の、開放電圧はっていうと、このニオームが繋がってなかったら、946分の4。これが外部抵抗とすると、446分の4が分担電圧で、これが繋がってないし、そのここから見た開放内部抵抗は電圧源となくなんで、5たす4と10の並列回路ということになるというんで、RL を2オームとすると、開放電圧と、内部電抵抗を買ったんで、テブナンの定理と、電流源に置き換えたときのあれで、それぞれがわかると。で、外部電流は、まあ、これで、これを、次ですけども、これを外部抵抗40オームとして、同じように電圧源を2つある場合の問題を解けているので、開放電圧、内部抵抗で、テブナンの定理で求まると。ことになって、まあ、同じパターンでも含まれると。で、ここへ来て、この電流源と電圧源の場合で、これも開放電圧と短絡電流、内部抵抗で、外部抵抗が、特に繋がってない場合の、IL。と、言ってみたりすると、マイナスという電流源が見つかるということが分かると思います。すなわち、開放電圧が、マイナスになるんで、これとの関係で、電流源変換したノートン回路の電流源もマイナスになると言っています。で、さらに、まあ、それまでは何だか分かったんですけども、ついに、従属電源がある場合という問題をやってみたいと思います。この電圧が V1 ボルトであるとすると、0.01V1 アンペアが、従属電流源で流れると。で、この場合は、電圧源を、電流源をどうするかということで、連立方程式、方程式と書くしかないということです。で、0.01V1 アンペア、今、開放電圧なんで、こう流れていくので、この電圧効果と、この電圧を足したのが、V1 という開放電圧なんで、開放電圧にしとくと、なんと、開放電圧がこの場合も、マイナスの値となります。で、内部抵抗はというと、電圧源を短絡電源に開放すると20オームといって、考えがちですが、これは温めであります。ディペンデント電源がある場合には、3つの作戦で解けます。一番簡単な作戦は、外から1アンペアを注入した時の、
電圧効果から内部電光を求めるという、今まで電気回路の網目回路で解いておった、合成電光問題作戦であります。したがって、ここから1アンペアを注入した時の電圧が高くなるので、こう見て、1アンペアは、どうなるかというと、ここにあるように、0.01V という電流と1アンペアという電流が、20キロオームに流れますので、抵抗はというと、1アンペアと 0.01V1 ナノメートルの、20キロオームの電圧交換が V1 ボルトになるんで、この電圧、解いたやつが、内部抵抗になります。そうすると内部抵抗はマイナス100.5オームで、負ということがわかります。開放電圧も負で内部抵抗も負なんで、その割り算した、ノートン回路の電流源は0.005ということになります。ということで、このデペンデント電源があると、インディペンデント電圧源とインディペンデント電流源で求めたときとは、全然違ったパターンの、不正抵抗みたいなものにも入ってくるよというのが、お考えだと思います。次の問題です。ここ電流源だったので、今度は電圧源の問題です。これもデペンデント電圧源で、ここに流れる電流の20倍の電圧が発生したということになります。これも方程式を立ててやって、20I1 が、そのまま流れていって、10オーム。そこの電圧、電流が分かったんで、この電流かける、こっちが解放されたのに7年目で、ここに行くしかないんで、その電流かける、ここの30オームと、この10オームの10プラス30分の10、10プラス30分の10でやってやると、それが I1 であると。ちょっとわかりにくいですね。I1 というのは、A プラス B の反対側を、ここの電圧。ここの電圧をって言ったら、20×I1 という電圧で10オームで割ったから、これ電流源になったんで、この電流源換算したやつが、10オームと30オームの並列回路になるんで、分流速によって、10プラス35の10が、この電圧源と抵抗による電流源の値の分流電流になったんで、それが I1 ということであります。で、解いてやると、なんと I1 は流れないよということで、従属電流源、電圧源だけでは、電流流れていないと。そしたら、こいつ電圧源は例によって解放と思うと、5オームと30オームで35オームかなと思ったりするんですけど、そうなので、やっぱりこっちの方は意識しなきゃいけないので、この計算方法が間違ってますよってことになります。だったらどうすればいいかというんですけども、これ別の方法ですね。ここから1アンペアを注入してやると。そうすると1アンペアがこう流れていって、1アンペアは、こうってこのエロですの、さっきの1アンペアイコール、10分の 30×I1 かける引くことの 20I1
30 I1、20 I1 ということは、I1 という点で流れて、30I1 という電圧になって、電圧から20I という電圧を引くと、ここの電流になるはずなんで、この電流が10オムで割ってやると、要するにここの電圧ですね。30I1 ボルトから 20I1 ボルトを引いてやると、この電流が止まるんで10オムで割ってと。その10オムで割った電流と、この I1 を足してやると、外からは1アンペアになれたはずなんで、1アンペアと。ということで、I1 を解いてやると2分の1になるんで、I1 が2分の1と分かったんで、ここから見た1アンペアの話というの、電圧効果というと、1アンペアかける5オームの5ボルトと、2分の1アンペアが30オームに流れとるので、15ボルトで合計20というので、なんと開放内部インピダンスは20オームということがわかります。したがって、ノートン回路の場合の開放電圧割る内部抵抗は、これもまたマイナス0.025アンペアという不正電流源になります。これはまあ、内部抵抗で、電圧源はないと。次の問題です。ここにディペンデント電源で、5アンペアの電流源があってっていう話です。これも、VX の0.1倍が電流源を流そうと言っておるので、5アンペアを流してやると、ここ開放してますので、全部ここ流れるしかないので、5×10 ボルトが、ここに、電車として発生すると。で、0.1アンペアというのは、ここ、こう回っていくしかないので、0.1VX かける7というのが、プラスマイナスなんで引いてやると、開放電圧は15オームほどになると。この電圧効果と、この電圧効果と、15と。また例によって、外から1アンペアの回しやって、1アンペアで、なんかわからんけどで、1アンペアで、5アンペアで、この電圧効果はどうなるかというと、VX は1から10で 0.1VX は1で、1アンペアの電圧はというと、1かける10。この1かける。0.1かける VX の1、この1ですね。1アンペアかける10オーム、引く0.7は、10ですよ。ほら、ある時は10。1アンペアの話した時の、この、電圧がちょうど1アンペアで10、オームなんで、電流源は今なしそうなので、10ボルトになるんで、0.1かける10ボルトは、1アンペアと。ということは1アンペアは上へ流れるだけであって、こっちに流れてないと。で、電流、ここの電圧効果はないので、こう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 で10。ということを言ってます。したがって、なんと、内部抵抗は10オームで、電流計換算すると1.5ベアと。言った形になります。さらにこれは、同じようにして、開放電圧が、ここの部分のここの部分で、
ダンブルの75。で、外から1アペアを注入して、この電圧効果を求めてやると、これは足りないとして、1トリのヘルツ回路に1アンペアになれたので、これがヘルツ回路の分担電圧で、1アンペアで、ここの ISO がいくつになるかというと、これは棚下の時も、外から流した1アンペアによって分流速で、マイナス3分の2アンペアになれるので、これ、君にするとマイナス3倍にしてやって、2となるんで、V の4を巻き結局、3倍の IS というやつと、外から流れてきて1アンペアの両方が流れるので、マイナス4ボルトになるということで、1アンペアを外部から抽出によるこことここの分担電圧を全部出すと、マイナス3分の10ボルトになって、なんと、内部抵抗はマイナス3分の10オーブ。電流減換算するとマイナス7アンペアということが分かる。なかなかデペンデント電源の問題は慣れないと何を計算するかなってなる感じはあるかと思います。まあ、こんな回路の場合。この回路の場合はもはや連立方程式を作っておいて、解いてやると、内部抵抗75オーム、電流減換算値マイナス0.133というして、開放電圧マイナス10ボルトで、こういう展覧回路、ノートン回路ができます。9番の場合も、開放電圧と、こっちから見たときの抵抗と。これは50万みたいです。ということで、